実際伝えてみた感想っていうのは最初の商品紹介に比べるとどうですか？あの随分なんかこうすっきりして、今あの評価でもですね、あのすごく使われやすくなったって言われましたし、自分でもこうなんか自信を持ってこう話せるようになった気がします。なんか聞いてらっしゃって何が違う、あの変わったというふうに感じられますか？やっぱりその言おうとしてる内容がね、あのしっかりしてるというか、もう自分で自信を持って言ってるのと、やっぱ数字とかそういうのが出て、このこうなったからこうなったっていうのははっきり分かってて、最初の商品 PR トークと今自分自身が伝えた内容というかどうですか？なんかやっぱり、まあ、今まで多分準備してなかったなっていうのがつくづく分かったというか、しっかりと言いたいことが明確になってると、それなりに言葉が出てくるなっていうのはなんかやっと分かったかなっていうふうには思いました。伝えるポイントっていうのを教えていただいたので、その流れに沿って頭の中で書いてると、まあ、なんとなくそれに準じて言えてる感じがすると、割と伝わってるんだなっていうのが分かったかなという感じがします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、実際にあの聞いてらっしゃったんですけ ど全部あのペアで、ね、組んでやってたので、最初の伝え方と比べてどうですか？最初私あの切り花が日持ちすることにあんまり興味がなかったので、あの正直あのちょっとどうかなって思ったんですけど、その後の説明がすごく説得力があったので、最後のお花一本サービスでもうグッときちゃって、もう絶対行こうと思いました。で、あのお話伺ってたら、そのお花のサービスのこともあの割とね、あのこう漠然とやっていたので、今回のこのトークの練習で全部がつながったので、その一本のお花サービスっていうことの、あの価値がきっとこれからすごく変わられるんじゃないかなと思って、あの私もワクワクして伺いました。ありがとうございました。ちょっとうまく緊張してます。いやいや、でも嬉しかった、聞いてて、はい、ね、ありがとうございます。すごいつながったんですよ、みんな。あの断片だったものが、ね、全部つながってすごい説得力。なんかもうこれ表情見てるとこっちも嬉しくなってありがとうございました。もう全然良くなりましたね。特にお客さんの声のところが入って、それがすごくなんていうか生々しいより声だと、すごいなんていうか聞いてて、あ、なんか買ってみたいなって思うというか、すごい興味深いというか。よかったじゃないですか、買ってみたいって思うようになった。そうな、最初うまく言えなくて、あのちょっとあのアドバイスしていただいたんですよ。だからちょっと自信を持って喋ろうと思ったら、うまくちょっと言えたような気がします。よかった、買いたくなったってすごい。